皆さんこんにちは、本日の宮崎のスイートピーの方なんですが、この後飾り方、扱い方をご説明したいと思います。私は墨田区錦糸町で29年目のフラワーアレンジメント教室をしております、マムネユウコと申します。皆さんパッケージから取り出していただき、こちらをですね、お花ばさみでもいいですし、なければ、ナイフでもいいんですが、よく切れるハサミでチョキーンと切っていただきまして、お水に入れていただきたいと思いますが、その花束にですね、ついていますこのフラワーキープというのには糖分と界面活性剤と、あと、抗菌剤が入っていますので、こちらをですね、500ミリのペットボトルの中にこれ一つ入れていただいて薄めていただき、でこの中に入れていただきます。3日ぐらいこのままで大丈夫です。で、お水が減ってきましたら白い水、何も入ってない水を足していただきます。で、汚くなりましたら3日ぐらい後にまたこれ総取り替えしていただくということで、ぜひ糖分をつけていただきますとお花も長持ちすると思い、長持ちというか色が綺麗なまま楽しめると思いますので、あと直接強い風が当たるところ、には置かないでおいていただければと思います。では楽しんでください。